ってましたね、重大発表がなんかあるとかって、はい、重大発表すごい私事なんですけれども、今年オリンピックが東京で盛り上がるこの夏に出産する予定でございます。おめでとう、うわおめでとうおめでとうございます、おめでとうございます。いやいやいや、なんか恥ずかしい、恥ずかしいけどおめでとうございます。ついに陣痛が来たので、今から病院に行きます。今は深夜の12時もう回ってるね。もう1時だね。あ、1時だ。これからちょっと病院に行きます。どう、気持ちは？まあまあまあ、まだわかんないからね。まあ一応7分間隔で10時半ぐらいから来てるから、まあ多分陣痛なんだろうけど、うん、昨日も陣痛だと思って違ったから、まあまあ、ね、行ってみてだね。はい、頑張ります。バイバイ。病院に着きました。元気ですか？元気ですか？元気してます。元気があれば何でもできる。行くぞ。今結構平気。ああ、一応今3時ぐらい。そう、結局陣痛だったからそのまま入院になりました。3時ぐらいですね。どう、気持ちは？もう俺、逆に俺に聞く。俺の気持ち、いやちょっと緊張感ありますね。ある？はい、緊張感たっぷりの感じで。ただまあ帰れと言われたので一回僕は帰りますけど、今夜中の3時ぐらい、多分生まれるのお昼ぐらいらしいです。なんかすごい大きいみたいだね、赤ちゃんが。ちょっとね、ビッグベイビーらしいので。それはそうなんですよ、ずっとお腹にいるから。で、向こうにお風呂がある、水中分娩の。そう、こっちに撮っていいのかな。まあ、ダメだったら、こんな感じで。すごいね、初めてですよ。たかしくんも一回帰宅します。はい、帰ります。なので、また、朝かな、お昼前か、うん、行きます。またね、バイバイ。陣痛始まってからもうすぐ14時間になりまして、朝の3時にたかしが帰って、その後まあいろいろ検査しながら合間合間寝てて、で意外と結構8時ぐらいまで寝たのかな。そしたらまた陣痛が結構間隔が伸びてしまって、で本当はね12時ぐらいにたかしが来る予定だったけど、また陣痛の間隔がもっと短くならないと来れないっていうことなので、それ聞いてから一人でこの時間を過ごすのがすごい嫌だから、まずお風呂入って、で今一人でうろうろしてスクワットしたりして、陣痛の間隔を縮めてるところです。来たからいいね、開放的に。ベビちゃんの気持ちは？
楽しいね。ハワイ最高。住みたいね。言ってるの。言ってるの。性別をまず確認しますよ。はい、皆様こんにちは、栗原ジャスティンです。ちょっと2ヶ月ちょっとぐらい空いたんですけれども、無事出産しました。で、結構妊婦中に休み取ろうかなと思ってたけど、意外と妊婦中もうギリギリまですごい忙しくて、であまり休みが取れなかったから、今回出産後に結構長い間休ませてもらってました。で、まあ、さっき流したように、出産はすごくすごく辛くて、もう予想の1000倍ぐらい辛かったです。2日前ぐらいかな、1回陣痛っぽいのを着て、あ、これ生まれるかと思ったら、結局その日寝たらもう陣痛が収まっちゃって、それが違って、で次の日何もなかったのかな確か。でその次の日にまた来て、でまた同じように、まあ、陣痛来て、だいたい最初10分間隔ぐらいかな、でやっと7分になったってなって病院行って、夜中の1時ぐらいに病院着いて、で3時ぐらいかな、たかしが家に帰ってきて、そっからもう一回寝て病院で、私はそしたらまた陣痛が弱まっちゃって、で結局そのまま本当次の日の12時ぐらいに生まれるかなっていうところが、もう12時になってももう全然陣痛が強まらなくて、で結局病院に着いてから12時間後かな、このまんまだったら生まれるのがまたさらに次の日になるって、そうすると私にとっても赤ちゃんにとっても結構体に負担になるっていうことで、促進剤打つことにして、で促進剤打つってことは水中出産今回する予定だったんですけど、それができなくなるってなって、結構その時にメンタルが崩れて、であとやっぱりコロナっていうのもあって、主人が一緒に
いることができなかった、分娩の本当に生まれる瞬間以外は入ることができなかったか、ずっと結構一人の時間が多くて、すんごいもう予想よりも痛くて、促進剤打った後一回促進剤入れて点滴で、で1時間経ってダメでもう一回入れて、であんまり強まんなくて、でやっと最後3回目入れた時にすんごい、それで聞いてすんごい痛くて、でそっから数時間かな経って、やっとこれで分娩台に乗れるってなって、たかし呼んで、でそっからはもう分娩台に乗ったらやっぱりまだ体力も残って、もう痛さは本当に耐えられなかったんですけど、あの体力もあったし筋力も残ってたから思いっきり力んで、その分娩自体はそんなに長い間かからなかったんですけれども、でも無事生まれて、で体重も 3812g、 検診の時はだいたい3000超えるかなって話だったんですけれども、全然3800もあって、思ったよりも全然大きくて、で出血がひどくて、なんだっけな、1200g だっけな、1リットルと 200g ぐらいの出血をしてしまう、すごい出血が多かったんですけれども、だけど無事2人とも健康で本当に良かったなと思います。でその後は、自分自身もその出産後にのトレーニングについていろいろ調べてたら、まあ、大体3ヶ月ぐらいは結構抑え気味、もう最初の1ヶ月は本当に運動はしちゃダメで、完全に体を休ませる、で1ヶ月休んで、また検診行って、あの医者に大丈夫って言われたら、そこから少しずつスタートした大丈夫、大体今は私自身はあの検診1ヶ月検診がすぐ行けなかったから、1ヶ月と1週間とか2週間経ってから OK もらって、そこから、トレーニング再開して、まあ、最初はウォーキングしたり、本当に自重の軽い運動、まあ本当に軽い運動に入るのか、もうストレッチなのかっていうぐらいのものを週に1回とか、ウォーキングは結構頻繁にしてたんですけど、をやってて、で今、産後2ヶ月ちょっとで、やっとこの間サーキットトレーニングって言っても、サーキットトレーニングって結局、まあ、動き続けて30秒なり、まあ、20秒なり30秒、まあ、それぞれ違うけど、休んでまた動き続けてってことだから、ね、サーキットトレーニングって言ったらすげえハードじゃんってなるかもしれないけど、そういうのじゃなくて、ある意味サーキットトレーニングって自分のペースに合わせられる、だから追い込みたかったらめちゃくちゃ追い込めて、同じ内容でもアスリートでももうバーってなるぐらい追い込めるし、逆に抑えようと思ったら本当に抑えられる、だからすっごい軽い動きを、まあ、30秒間やってっていうのをやっと始められて、で結局あのまあ10月に入るぐらいまでは徐々にすっごい遅いペースで上げてって、10月ぐらいから普通のトレーニングに戻れるかなっていう感じです。で特に腹筋は、今のところまだこういう腹筋は1回もやってないです。10月超えるまではする予定はしない方がいいかな。で結局あの何を話したいかっていうと、出産無事終えて、でまた YouTube を始めたいと思うから、これからまたあのマタニティトレーニングの時みたいに一緒にトレーニングするっていう内容をアップしていきたいなと思ってます。だから楽しみに待っててね。でまあ、結局産後トレーニング本当にマタニティの時って結構、まあ、それも言う人によるってだけど結構ちゃんと動いてよけど、基本的にまあ産んでからは本当に事故にあったみたいに体はダメージを負ってるから、もうすぐに復帰しようとか体変えようとかは思う必要はなくて、私自身やっぱ今回経験して思ったのは、妊娠する前しっかりトレーニングして、で妊娠中も、安定期入ってお医者さんに OK もらったらしっかりトレーニングする、でその後一切動かなくなるから、その時に思いっきり体型崩れるなり筋力落ちたりとかするから、その時のためにその前しっかりと追い込むのがいいのかなと思います。
で、マタニティの時みたいな一緒にトレーニングするっていうのをメインにアップして、あとは、ルーティンだったり、あとはメイクだったりとかをたまに入れ込んでいく感じでのチャンネルにしようかなと思ってます。なのでぜひこれからまたアップしていくので、チャンネル登録などお願いします。 LIKE とかコメントとかすごい励みになるので、これからまた頑張りたいと思うから、すごい励みになるからお願いします。で、あとは、まあ、どんぐらいそのトレーニング動画にするかとか、ルーティン動画にするとか、あともっと出産の話を聞きたいとかリクエストがあったらそれもできるので、何が言いたいかというと、リクエストいっぱいお待ちしてます。ではまたね、バーイ。